俺が、それは何ですか、もうちょっともう一回言ってください。結局ね、いきなり戻った時に、うん、1週間前と1週間後、うんうん、が変わったんだわ、うん、すごい、その雰囲気がなんでそんな変わったなと思ったんですか。いや俺、で、聞いたのは誰に聞いたんかな、分からんけど、ケンタロ君かな、1週間、俺がいない1週間の間なんか変わったって、うん、いや、何も変わってないですよ、うん、で、聞いたら、もうその間に定時が C、 積み込みも絶対 C、 うん、遅く出ますし、うん、で早かったら終わる分には全然いい。ああ、それ帰ってきた時にもそういうのあったんだ。うん、帰ってきた時に。あ、そうだったっけ。ケンちゃん帰ってきてましたかった、いや、違った。だって、極端な話したらさ、早い時はさ、6時でも終わるし、うん、そういう、まあまあ、仕事の、あ、まあ現場のね、流れがあるじゃん、ね、うん、で、それで変わってて、うん、おーす、うん、俺、いきなり帰ってきたら戸惑ってさ、うん、戸惑ったの。戸惑うよ、そりゃ、うん、今までと違うよ、この式変ってみたいな。戸惑った。どんな感じになったんですか。だって今まではさ、どんな感じになったんですか。そういう方がカメラに。お前に聞いてねえから。お前に聞いてねえから。いや、カメラに一言言ってほしかったからね。カメラに。ごめんごめん、まだそこまで慣れてない。カメラに、うん、まだそこまで。ずっと顔見出したの、こうやってここで。ってか、あの、ここまで。なんか喋りたいのに、そんなつまらん話で喋るの、お前。はい、まだ早いって。だけど、その1週間いない間に変わって、でも、ああ、変わって、ずっと変わってってくんだ、うん、でも、そうするとさ、まあ今、いつも8時とかに終わったのが、1時間早く終われば、1時間余分なことができるじゃん。うんうんうん、寝るのも1時間早くできるし、ああ、そういうことですね、うん、遊ぶのも1時間早くできるし、うん、帰るのも1時間早くできるし、うん、そしたらみんなの時間もいっぱい増えるし、うん、で、その頃から1週間休んでて帰ってきたら飲みに行きますか、うん、で、言うのも増えたし、ああ、みんな早く終わるし、うん、そうそうそう、で、いっぱいいろんなこと喋れるようになって、うん、みんなのいろんな、こうしたいとか、ああいうのしたいとか、うんうん、いっぱい聞こえるようになってさ、うん、で、俺が聞いたからって何ができるわけでもないけど、うん、みんなそういう考えだなって分かると、うん、早く帰らなかんってのもあるし、うんうん、いや、なんか俺は、だからこのリージでしょ、このまあ3週間ぐらいか、3回喋った朝か朝ね、うん、感じるのは、秀才なんですよ、こいつは。秀才だからこそダメよ、もうちょっとかかるなって感じ、リージは。頭が良すぎる、お前は。いや、何でもそつなくできちゃう。でも多分きっと、言いたいことも言ってないと思うよ。そんな感じ、うん、そんな感じ、うん、でもそれって経営者って致命傷じゃないですか。やっぱ人を使う仕事だから。でもさ、リュウジ君の考えの中でさ、うん、言いたいこと言って潰れるやつもおるし、うん、そういうのも考えて言わないこともあるかもしれないし。いや、俺そういう意味じゃなくて、うん、言いたいことっていうのは俺も全部言ってないですけど、うん、どう伝えてあげるか、うんうん、表現してあげるか、うん、だから俺は例えばこいつに対する態度、ケンちゃんに対する態度、うん、だけど、これはそれよりもやっぱ見積もりとかこういう仕事ができちゃうんですよね、何でも、うん、だから僕はいい、僕は優秀ですで終わっちゃってるの。俺にとってはいい人、うん、部下にとってこいつがいい人になってるのかなって。でもさ、俺 YouTube よく見てるって言うじゃん、うん、そうするとさ、カズモが言うさ、ユージ君は見積もりができる、翔君は仕事ができる、うん、そこを仕事が翔のができると思うんですか。それは分からんけど、だって違う、そうそう、そうそう、その振り分けができてるから、その YouTube で見るさ、ユージ君は見積もりとかそういうのが得意、うん、で、いや、まあこれは何でもできると思うよ、うん、ただその、全開でやってないよね、現場は。そうそう、でもトシ君とか言うのはリュウジ君は全部そつなくこなしてくる。これできるの、この時間までできるのって言ったら、終わったよ、終わったよってやってくるから。リュウジ？リュウジ君ね。そうそう、だからリュウジはその、もう挑戦しようよね、うん、これは、うん、すごいと思うんだね、うん、だけど、今、翔君が仕事に一生懸命、だってこの間もさ、追いかけの仕事さ、仕事できるから追いかけ？現場ね、現場に行きたいとか、うん、追いかけってね、どういうこと？ YouTube で、YouTube で追いかけとったじゃん。また現場行くのって。もう YouTube から入りますから、健二さん。俺はね。まあ周りが大体YouTube の見た感じね。うん、で、
翔くんはやっぱり現場に自信があるで行っちゃうわけじゃん、うんうん、だけど龍二くんは俯瞰で見て、うん、あでも龍二くんは多分俺が一回聞いたことがあってさ、うん、バラシバラシの現場だったらもう行かんでいいですよ、うんうん、っていうのも多分見てるし、うん、でこっち先積み込みするわもう帰ってきたら、うん、僕ら忙しいもんで、うん、水盛りもあるもん、うんうん、打ち合わせもあるもん、あ分かるし分かるし、めっちゃ行ってることあるでしょ、ケイさん、ま、待っとってくださいよ、うん、で時間になったら帰ってくるもんで、うん、たらもう帰ってきたらもう飛ばしめていいから、うん、みたいな、うんうんうん、いろいろ考えてると思ったうん、うん、だからね、そこをさもっと話し合うんじゃなくて誰とどっちもどっちもショート誰が、あ、リュウジと誰がっていうかもうみんながね、うんうんうん、簡単に言うとみんなが話し合った方が、うん、得て増えてあるじゃん、うんうんうん、だからケンちゃんの中で誰がリーダーやると思うんですか、誰にやってほしいんですか、ぶっちゃけ腹割って一人だけあげるとしたら、今頑張ってるのは翔くんだから、うん、翔くんがやってリーダーを、うん、テレノチがやってたみたいなことをやって、それの俯瞰で、うん、リュウジ君が見て、うん、フォローとかじゃないけどやってやればこうなっちゃう、全部まとまると思うよ、うん、で翔が職長で、うん、こいつがナンバー2の方が、誰が職長とかナンバー2とかさ、いやちゃんとじゃあ責任を取らなきゃ、やっぱ組織だもんね、順番決めるとおかしくなるじゃん、いやいやそんなことない、じゃあ俺が社長で、俺が社長やりたくないって、うん、3人社長立てたら逆におかしくなる、そうそう、その社長は3人立てたらいいじゃん、足場班ってもうそれぐらいのとこまで来とるじゃん、やっぱ組織として立ち上がってきとるじゃん、うんうん、いや俺は多分こいつがまだ気づいてないと思うんですよ、リュウジ君が、うん、だこれ気づいたら誰も勝てなくなるけど、うんうん、これさっきテラとも喋ったの、何でも俺はできるで終わってる、でも上のため俺のためだったら多分こっちの方がやりやすいの、そうだね、下のためにおるんだったら今言ったようにやっぱり一生懸命やってる人って、うん、やっぱそこにエネルギーが生まれるでしょ、やっぱエネルギーに人って集まると思うんですよね、うん、パワーに、うん、まあさ悪い方すればさ、うん、リュウジ君は熱くない、うんうんうん、物事に対して、うん、で翔くんは、うん、俺が俺がだから、うん、何でも熱くなるじゃん、うん、だから二人で大喧嘩しましたよ、うん、どっちが職場やりで本気で喧嘩になってたな、うん、あの時話したんですね、あれカメラ回したかったよなあれ結構盛り上がったよな翔も初めてちょっとわー言い出したもんな、でも多分きっと心の中で翔くんがやりたいんだろうな、いやこっちもやりたいと思うんですよ、だけどそこに対してリュウジ君はやっぱり俯瞰だから、うん、俯瞰で、俯瞰っていうのはちょっと俺は引いてるよって、じゃあみんなが綺麗に回ったらいいんでしょって、うん、うんうん、いやちょっと違うと思うよこいつはっていうふうに俺は思う、見ててどういう感じ、俺がわー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 言うとお前の思いが知りたい、俺が見ててね、うん、って思う、まあまあどっちかっていうと僕は別にショーみたいにガツガツしようとは思わないですね、うん、別に一人でなんかうわー言って、うん、俺の後ついてこいよって、やったら僕はまあ、うん、まあ俯瞰で僕を周りみたいにね、うんうん、周りがどんな行動しようとかって、いや俺はさ一つね、まあこいつも話したんですよ、いやお前が職長だから副職長だからお前の方がダメっていう評価はないし、そりゃそうだよ、だってテラからテラが辞めて誰が一番喜んだの、事務員さん一番喜んだんですよ、龍二君に代わってからもう処理も早いしミスもないし行ったこと全部やってくれるしちゃんと連絡あるし、やっぱ龍二さんすごいって、でも俺は龍二君はそういう立ち位置でいいんじゃないのって俺は話したのね、だからショーっていうやつに走ってもらって、でもそれって本当に一番大事なのは何って、足場班がもっと大きくなってもっと利益を生んでもっと足場班が成長すること、そのために誰がどこに座った方がいいのっていう話を俺はしたいだけで、お前が偉いお前が偉くないとかいう話じゃないわけじゃないですか、うん、ちょっとバカみたいな、俺はだってミッチーっていうやっぱ存在感がやっぱりいるよねって足場班って、だけどお前らはミッチーの時に何やったのって、いやミッチーが職長なんだから俺ら面倒くせえでしょ、
見積もりとかやらないのとか、こいつも触れんかったらこいつも悪いだろうし、だけどそれは未熟やん若者だで、だから今度また同じショーの時に同じことをお前やってんじゃないのって、まあショーなんかできんじゃん、逆に積み込み全部やってこいよでいいんだよ。あの TikTok 問題でこうなったけど、本当はいいわけじゃん、ショーが外でって職長親父がわーって走る情熱タイプで、でリュウジが腰引いてちょっと暇な時に携帯いじってる上、何も言わないわけじゃん俺も。だけどなんか俺足場班見てると、トシ君とお前が集まってなんかショーのやり方がどうだこうだとか、いやショーをこうやってやれてないんだよね。おやじおやじって、俺どっちかってこういうタイプなの。俺はここでもうみんなの上でわーってやってチンチンになってうれーいっとれーって言ってみんなにこうやってやられて、でもちょっと上手に俺は器用にやってきたけど、どちらかというと俺はもうね処理も何にもやれないから、俺は人にケツ拭いてもらって生きていくタイプだから、だからなんかまだたまらってないんだよね足場班って。俺さ翔くんに引き上げたのはさ、うん、俺最近じゃん、うん、南瀬港に来たの、7年に来たの、塗り替え道場に来たの最近じゃん、うん、で寺道がさ、うん、職長でさ、うん、すごかった時のことを知らないわけじゃん、うんうん、で俺聞いたのいろいろ、寺道は現場にずっと出てたのって、うん、毎日毎日出て、うん、やってたのって、うん、翔くんに聞いたんだよ、うん、そら間違ったらごめんな、うん、でも寺道くんはいや毎日は出てないですよ、うん、だったらできるわ、うん、事務所行って朝、うん、パソコン開いて、うん、現場回して、うん、YouTube 撮って、うん、こうやってやるのに、うん、だけど翔くんは毎日現場出とるじゃん、うん、絶対、うん、で足りないことも出てくるじゃん時間的に、まあ、当たり前で勝信が言うさ、うん、じゃあちょっとした自主性もおるんだって、その間にいろんなの、うん、回していけばいいじゃん、うん、って言うけど、それを言われたら寺道と翔くんの時間の使い方は違ってくるわけ、うん、違ってくるね、うんうん、だからそれを考えると全部が全部翔くんがいや足りてないって、それは時間の限りが違うからさ、うんうん、だからそれは気にすることないよ、うん、翔くんは時間現場出てやって、うん、足りないところはみんなが補えばいいじゃん、うん、それはみんなが言って、うん、翔どうするのって言い合って、うん、うまいこと回していけばいいんじゃないの、うんうん、でそれは俺言ってあげたな翔くん、うんうん、みんなにね、うん、で足場班がじゃあそうなってますか、俺それじゃあ気になる、うん、前やって、まあ、翔親父に立てて、うん、みんなで俺は見積もりやったるわ、うん、俺はドバやったるわ、うん、あれやったるわっていい風に動いてんのかな、それをさこの1ヶ月、まあまあ今日いいメンバーで飲んどるな、面白いメンバーで飲んどるな、勝信が言うさ、うん、じゃあ勝信はさ、うん、すごいじゃん、変な言い方したらごめんな、うん、理想と現実ってあるから、うんうん、理想を求めたらさ、うん、それは上は泥高いよね、うんうん、でも現実ってさ今のさ、うん、足場班の中の現実があるじゃん、うんうん、誰でもさ、うん、理想を語るからさ、うん、理想を語って、うんうん、理想でいけるなら、うん、みんなうまくいくと思うんだね、うん、でも理想と現実で、うん、みんなしどろもどろするわけじゃん、ああまあそうですね、うん、でそこをみんながうまいことやっていこうと思って、うん、いいよ取りますってなってる今の途中段階、うんうん、それが、うん、ね、カズオボが言うさ、うん、すぐ答えを出せよ、うん、ってなったら、うん、難しいこともあるかもしれんけど、うん、今足場班がみんなそこに向かって、うん、歩いてってるから、うんうん、走ってんのか歩いてんのか、うんうん、でも俺が1週間いなかったとこで変わってるから、うん、それは進んでるんだと思うよ、うん、でそれをどこまで勝信が猶予をくれるのか、でこっちが、うん、勝信がまあ1ヶ月2ヶ月かかるだなっていうのを1ヶ月行くのか、うん、2ヶ月かかるのか、うん、それはみんなの頑張りだし、うん、それを持っていくのはリュウジ君だし、うんうん、いやこいつ案外キーマンよ、俯瞰で見てるリュウジ君だし、うん、翔君だし、でもこいつはね多分ね、あのこいつのいいとことやっぱ翔のいいとこと全く違うから、うん、これがまあまあいいや、そんだけ翔がやりたいんだったらやらせるわってチラッと言ったんだけど、本心じゃないかどうか知らんけどな、朝会でね、それはだってさ自分が絶対さ人ってさ上に立ちたいじゃん、うん、だって寺道もさ、うん、いろんなことがあってさ、うん、僕じゃあ外に行って外に一回修行してきますみたいな、で
カツオがさ戻ってこいよって言ったけど意地もあるね、うん、いや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 、うん、って言ったのも絶対意地じゃん、うん、で簡単に戻ってきて、うん、まあ、元のサインに戻るんだったら、うん、簡単だもんな。今日 YouTube ネタで話します。違う、それはだ YouTube しか知らんけど、でもそこで戻るんだったら絶対簡単だ。実話で戻ってこいって言ったことないんですけどね、一応だけど、復活部は寺道の成長を促すためにうん、まあそこまでは考えてないけど、うん、まあ、俺は良かったと思ってます。あんまりにもしょぼすぎるけどまあほんとしょぼすぎる。理想と現実だよな、そんなな、まあ、理想と現実っていうか、別に理想と現実って別に何て言うんですかね、それすら理想としてないですよ。だから別に今の現実だし、理想と現実って別に関係ないと思うんですよ。夢見てる人になると思うんですよ。理想ってなるほど、あいつ大丈夫だ。社長さっきみたいに10人じゃ使えます、だから僕も10人やりたいって言ってるんですけど、うん、それに向かって走ってないわけじゃないですか、うん、でもウィンディーゼだろ。何ですか、ウィンディーゼとかに募集をしてるわけじゃん、うん、でもいや、でもそれ以上やってますかって言ったらそうでもないですよ、うん、それだけで、それだけでじゃあ10人雇えますかって1年以内でないですよね。もっと動かなかったし、うん、それでやっぱ経験値だけが至ることじゃないですか。なんで別にそのなんか結果が全てじゃないですか、その中で、うん、じゃあ1年でじゃあ10人伝えます、結果が全てだからこそそれに向かって走ってます動いてますじゃないんですよ。でも結果が全てって言ったら寂しくなるじゃん、うん、いやでもあのケンちゃん、あの俺もう一個言って、じゃあこれはまあテラの言いたいことだと思うんですけど、結果が全てじゃないんですけど、でもやっぱ結果はその因数分解、行動で必ず結果が出る。それは分かるよ、分かるんだけど、うん、でも行動して、うん、自分の思った行動が、うん、この期間にできないこともあるわけじゃん。いやそれは分かるし、うん、そのいろんな事情があって、うん、行動できんかったのは分かる、うん、でも人は必ずもっと行動できる。俺はテラもそう、動くことはできる、うん、こいつに一番今日じゃあ2人で乗って行ったのは、じゃあお前何やっとんの、うん、1週間誰と飲んどんの、連れと飲んで、アホと飲んで、嫁と飲んで、女と飲んで、千鶴こいて寝て、すいません、ちょっと撤回しいいですか嫁と女は違うんですよ、だけど、俺は違ったよって。会社やって、スタートして、社員と毎日飲んだ、ダブルヘッダーで社員と飲んで、10時からお客さんと飲んで、毎日飲んで、やっぱここまで来た。俺は運でここまで来たと自分で思ってないから、俺努力の結果がここだと思ってるし、うん、ただ努力するっていう俺は才能があった。だからそのリュウジに対しても、ショウに対しても、まあテナに対しても、俺は別に さっきチラッとケンちゃん言ったけど、俺は別にこちらに理想を求めてない。今お前だったらこれできるよぐらいしか求めてない、ぶっちゃけ。はいまあ、もっといっぱい喋りたいことあるもん。分かるよ。急にあのマッチングサイトが、はい、ありますね、はい、お前らがお前お前らがもうもう、ね、もうネタにならんわ急に急にもうさがもう全然会社でかくなる。じゃもういいね、喋っとらん。急にサイトに登録してもらえたら僕とマッチングするんでそしたらなんとなんもう本当にね、うつみの方で新規、あ、求人やっとんの。いや、まあまあまあ、何寺道工業ね、本当は視聴者皆さん一つはまずこいつは本当にあの俺がじゃあ1人2人3人4人5人の会社の時にもっと気になくやったのをお前は真面目に綺麗にやろうとしとる。それは無理、あれもこれもやってそれは無理、だから一つ一つクリアしなあかんと思うんですけど、まあ、本当にねそれぐらい真面目に仕事をやってます。で給料もしっかり払ってあげたいって今やってるけど、でもその10億の時の俺を見て10億の俺の真似しても、はい、お前年間いくらや、2000万もないやろ。9億の時の人を見てましたね。ちょっと待って、殴るぞ2000万3000万のガキが、まあ、一生懸命社会保険も何もやってこうやって社員を守ろうって一生懸命動いてると思うんですけど、はい、でもねあの、まあ、彼本当に真面目にやってますんで、あの視聴者皆さんあのぜひあの彼と一緒に仕事してみたいと思ったら、あのね、本当にまたいいつながりになると思いますので、まあ、ぜひ
チャンネル登録といいねお願いします。チャンネル登録といいねと、求人で、インディーで出しますんで、はい、ちょっと呼ばれましたけど、まあ、ぜひ、はい、本当に。まあ、インディードで出しようかな、募集で。何 ?MT 工業で検索して。MT 工業でしょ。検索して、まあ、名古屋で。うん、まあ、ぜひ、また、本当に、応募の方。まあ、仕事は、だ仕事は記念日にあると思うんで、はい、給料もそれなりに払っとる。まあ、払いすぎじゃねえのっていう思うぐらい払っとる。から、まあ、ぜひ、求人の方行ってやってください。よろしくお願いします。お願いします。また来てね。